ミュージアムウィークの説明です。また5月13日には大熊ライブが予定されていらっしゃいます。ゲタッパーズさんからのお知らせです。ゲタッパーズさんからも公開されていらっしゃいます。放送研究会様の分になります。ライドにおけるコラボステージの説明です。三つどもえさんからのライド終演後のメッセージになります。津軽三味線世界大会の告知です。三つどもえさんも出演されていらっしゃいます。2024年4月1日並びに4月2日そして4月4日と3号館前パフォーマンスゾーンにおきまして各ステージを披露していただきました。2024年4月1日月曜日、3号館前屋外パフォーマンスゾーンにおけるパフォーマンスタイムテーブルになります。2024年4月2日火曜日、3号館前屋外パフォーマンスゾーンにおけますパフォーマンスタイムテーブルになります。4月13日新館公演ライド開催に関する内容が早稲田駅にて張り出されておりました。4月13日ライドに三つどもえさんも出演されます。4月13日ライドにゲタッパーズさんも出演されます。4月2日ライドの飛び出し公演として三つどもえさんとゲタッパーズさんがコラボで出演されました。飛び出し公演のスケジュールです。4月13日ライド第2部におかれましてもゲタッパーズさんと三つどもえさんのコラボを予定されていらっしゃいます。ゲタッパーズさんの新刊パフォーマンスステージの説明です。三つどもえさんのインスタグラムになります。ゲタッパーズさんのインスタグラムになります。三つどもえさんの新刊ブース新刊パフォーマンスについての説明です。